カバに噛まれるは、1985年に、文芸春秋から出版された、大江健三郎の連作短編小説である。後に、文春文庫、講談社文庫より、文庫版が出版された。表題作は、川端康成文学賞を受賞した。作家である主人公、僕の学生時代に食事などの面倒を見てくれて、恩義のある女性の息子が、 中学生の頃からの友達と付き合っているうちに、なんとなく、穴ぼこに落ちるように17歳で、連合赤軍事件に関わってしまった。獄中にいる息子を全同してほしいと女性に頼まれて、王はその息子と手紙でやり取りをしたことがある。時が流れて、1980年代に入り、王はその息子、カバの勇士が、ウガンダの自然公園でカバに噛まれて、重傷を負ったが、回復して、 達者で働いているというニュースをたまたま知り、そのことを短編に書いた。短編を読んだ石垣細見という若い女性が王を訪ねててきて、カバの勇士の連絡先を教えてほしいという。細見の10歳年上の姉、石垣しおりは、連合赤軍事件に関わっており山岳ベースで無残に処刑されていた。細見は王がある公園で引いたエリアーが、 核時代について触れた日記、マルクス主義者は、ただ未来がパラダイスのごとくであろうということのみで、数知れぬ殺戮を自分の身の上にすら受け入れるのである。を踏まえて、連合赤軍に関わっていた人たちは、未来のパラダイスの実現を諦めてしまっているようだが、そうだとしたら姉の死は報われないのではないか。という、細身は悲惨な事件を超えて、ともかくは、 新しい方向に向けて歩み始めたカバの勇士と話してみたいと考えている。王にカバの勇士の連絡先を教えてもらった細見はアフリカに出向きカバの勇士と出会う。二人は激しい議論をする。姉の死に意味を与えたい細見はエリオットの死に絡めて連合赤軍事件は陰惨な形で終わったがそれでも境会は残っている。私はね 自分の姉も、その教会の側にあると考えてやりたいわ。という。それに対して、カバの勇士は答える。自分は、カバの方がいいよ。苦しいところを、なんとか、みっともなく生き延びたカバがいいね。他人を殺す、自分を殺す、その挙句教会を後に残すなど、したくもないよ。みっともなくてもな、生き続けるつもりで考えるのでなければ、希望も何もないよ。 生き続けるつもりでやれば、自分らの理論の間違いもわかるからね。そうやってこそ、少しずつ未来に希望も見えてくるのじゃないか自殺したり殺したりでは、希望も何もないよい境を経ながらも、二人は惹かれ合い、ついに結婚する。二人の関係、成り行きを、王は、細身からの手紙で教えられて、経過を同時報告するように連作短編に書き継いでいく。子供を宿した。 細見とカバの勇士が帰国して、大家族と会い、親密な関係が築かれる。細見は子供を産み姉根の名を取って、しおりとつける。赤ん坊がダウン症と診断される。王は困難を次々に与える、この世界の悪意の所在に呆然とするが、困難を乗り越えてきた若い二人は精神的に強く、前向きに物事を捉えている。彼らを見ていて、 王も、上向きの勢いを与えられる。僕は、JN の紹介だとして現れたユージーン、友人、山根に、浅間山荘事件をモチーフとした映画の脚本を、書かないかと持ちかけられる。浅間山荘事件において、警察と老城者の仲介役を買って、出ようとして死んだ男性を題材にすることになる。僕は、その計画に思いがけず熱中するが、資金提供者である、友人が、 近地三者になり、計画は頓挫する。中国ハキロバニへ女優、YS さんを含む文化人一団として出かけた旅先で、YS さんのファンであった、僕の10枚たかちゃんのことを思い返す。彼女は、大学の研究者であったが、学生紛争の騒動の中で頭を打ち精神を病む。シルクロードの上司の幻想的な光景の中で僕は、たかちゃんの思いである。 おじょくと恐怖と絶望のうちに殺された娘たちの死そのものが正しく、かつ人間的に美しいと証明される現実にはあり得ぬ世界を無双する。長男が生まれた頃、僕を兄さんと呼んで仕立ってくるたけちゃんという年少の友人がいた。たけちゃんは僕と疎遠になった後、大学に遅れて入学して全共闘運動に参加する。その後旅行会社を起こして成功する。 政治運動の結社を作った。竹ちゃんは荷物カルト運動を前進させるためのハイジャックを企んだが、それを暴露しようとしたキーちゃんを臨時処刑してしまう。竹ちゃんはガンで入院して苦痛の中で事件の告白をして死んでいく。カリフォルニア大学サンタクルス校で広島週間の講演を行う。そこに訪ねてきた女性との会話から若い頃の自殺未遂と 勘違いされかねない酒、睡眠薬絡みの不始末を思い出す。作品発表時の辞表として主なものに以下のものがある。講談社文芸文庫、最後の小説書集。ありがとうございます。